はい、匠ソフトの高井です。父、読後感をしてまいります。2019年11月号、特集、語らざれば憂いなきに似たり。今回は父、追想から90ページ、亡き両親に感謝し、経営にあたる日々。阿部拓也3期社長さんの寄稿からになります。この寄稿を読みまして、3代目、というね、いうことで、確か3代目だったんですけれども、まだ年齢もですね、お若い方なんです。確か30代だったと思いますね。会社を継がれた年齢もね、若く、そして、若々しい社長さんの誕生で、その中にあって、亡き両親に、感謝しつつ経営に、従事されているということで、その先代からの、経営のね、いろいろなことがね、書かれておりました。私は若さっていうのは本当ね、一つの武器だし、もうその時代しかないので、自分自身の人生の中ではその一時しかないので、この若さというのは本当にフル活用されることがいいなというふうに思いました。で、このね、寄稿された安倍さんのね、フル活用されて今全力で歩んでるんだなということを感じます。若いから、若い人なりのったら変ですね。若さから出るその考え方、若いから遂行できる力強さ、そういうね、ものを感じます。これが50、60っていうね、年齢を少し超えていくと、ちょっと待てよと、一歩待てよとか、そういうね、躊躇する心も出てくるのではないかと思います。でもそれは60代とか、50代とかのその年齢でやるべきことでありますので、それはそれでいいのと思うんですけども、若い時はね、若さをともかく最大限に活用して、どんどんいくっていうのはね、本当に、いいことだなと思います。そして、失敗もまた大きな経験になるっていうね、そういう素晴らしい面もね、若さには持ってると思います。ですから、失敗を恐れずにどん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 突き進んで、会社を大きくしたり、新しい事業に、夢をね、盛り込んでいったりされるとすごいいいなというふうに感じた次第です。はい、そんなんで私も今回の箇所からですね、自分もまだ若いぞと、ちょっと若い気持ちになって、自分を叱咤激励していきたいというふうに思いました。はい、それでは今日はこの辺で閉じたいと思います。それでは。